こんにちは。今回紹介する山は岐阜県美濃市にある古城山、標高437メートルの山です。駐車場は美濃市運動公園駐車場に駐車します。隣接するグランドにトイレありますよ。準備運動を行って登山スタートです。まずは毛鹿洞池方面へ向かいます。古城山遊歩道の看板がありますね。いきなりロング滑り台、帰りにやってみようかな。看板に従って毛鹿洞池方面へ向かいます。水の色が鮮やかな綺麗な池ですね。ニホンカモシカの目撃情報があるみたいですね。注意しましょう。ここから山に入っていきます。はじめは歩きやすい道が続くようです。安らぎの森案内図があります。写真を撮ってメモにしておくと良さそうですね。登山道の脇には小川が流れています。水が透き通っていてとても綺麗です。私の好きな苔も生えています。案内看板がありました。山頂まで60分、1.9km と書いてあります。道が分かれています。まっすぐ、ルートと左へ行くルートがあります。上りは、まっすぐルートで登りますね。
しばらく歩いてきましたが、まだまだ歩きやすい道が続くようです。ありがたいです。ところどころにピンク色の目印がついていて分かりやすいですね。東屋が見えてきました。ここで休憩することにしましょう。東屋からの景色です。高速道路が見えますね。東屋の奥から少し急になるようです。階段が出てきました。大きな岩もあります。迫力ありますね。階段を一段一段確実に進んでいきましょう。木のトンネルみたいですね。いい雰囲気です。展望台がありました。頂上に近くなっているのが分かりますね。五城山山頂に到着しました。奥に見えるのは壇上山、天王山ですよ。眼下に美濃市の町並みが綺麗に見えています。山頂は広く、東屋もあります。登山日誌も置いてあるので、山登りの思い出を綴ってみるのも楽しそう。五城山山頂からのドローン空撮映像をご覧ください。
ご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。